旭川市内で開かれたスポーツ教室。今シーズン大活躍した女子やり投げの北口榛花選手ら3人が子どもたちを指導しました。参加したのは小学生およそ50人。北口選手は投球練習用のボールを使って遠くに投げるコツを教えていました。子どもたちは試合に向けた気持ちの作り方や休日の使い方なども質問し、トップアスリートとの交流を楽しみました。すごいめっちゃニコニコしてて笑顔が素敵な人だな。負けたりしても諦めない心を持ちながら、スポーツの野球に励んでいきたいと思います。純粋に楽しんでもらえたかなというふうには思ってます。こういった時間を作れて本当に私自身も幸せでした。